新潟県の花角秀夫知事は10日、新潟県庁で定例会見を開き、5日に横田茂さんが亡くなったことに関連して、拉致問題に対しての考えを表明したほか、自身が6月で知事就任2年を経過したことに関して、感想を語りました。花積知事は横田茂さんと拉致問題に関してて被害者のの家族会代表を務められて 救出活動をやってこられた最後までご家族最後の時間を過ごせず本当に無念だったであろう政府には一刻も早い救出活動を全力でお願いしたい県としてはやることには限りはあるが若い世代への関心を啓発していきたいなどと話しました。